ウニオーネスポルティーバ・サレルニターナ1919 19はイタリア・サレルノ本拠地とするサッカークラブである。2021から22シーズンはセリエ A に所属している。1947から48シーズンと1998から99シーズンの2シーズンにセリエ A に所属している。1997年にデリオロシを監督に就任させると 見事41年ぶりとなるセリエ A へ昇格。そのセリエ A では、ダビド・ディ・ミケーレ、マルコ・ディ・バイオ、ジェンナーロ、ガットゥーゾ、ヴィンチェンツォ・フレージ、アントニオ・ブレダなどを養子競合クラブを破り番狂わせを演じ続けた。この年のシーズンチケットは、前年度の約7倍になる1万5000枚が売られクラブレコードを達成している。2004から05シーズンは、 セリエ B を22チーム中13位で終えたが、財政難のため翌シーズンは、セリエ C1 に降格させられた。2007から08シーズンは、セリエ C1 ジローネ B で優勝しセリエ B への昇格が決定。ファンタジスタの呼び声高い、ペルージン、ロベルト・メディーノを獲得し、セリエ A 復帰を目指して戦った2009から10シーズンでは、 セリエ B 再開に沈み、2010から11シーズンからは、レガプロプリマディビジョーネでの戦いを余儀なくされる。2011年に、クラブは経営破綻。SS ラチオ会長であるクラウディオ・ロティートがオーナーとなって7月に、サレルノカルチョとして、セリエ D から再出発することとなった。2011から12シーズンに、グループ G 優勝を果たしてレガプロセコンダディビジョーネへ、 昇格した。2012年7月に、クラブは、US サレルニターナ1919 19と解消した。2020から21シーズンは、セリエ B で2位となり1998から99シーズン以来23シーズンぶりに、セリエ A 昇格を果たした。オーナーであるクラウディオ・ロティとはセリエ A に所属する、SS ラジオの会長でもあるため、 イタリアサッカー連盟より昇格が取り消される可能性があった。期限内に売却はできなかったが、6ヶ月以内に所有者を変更することを条件に昇格が認められた。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。